2021年、惜しくも優勝を逃してしまった阪神タイガース。しかし、まだクライマックスシリーズが残っています。ということで、今回は、阪神タイガースが出場した、全7回のクライマックスシリーズを振り返っていきたいと思います。2007年第1ステージ、シーズンを3位になり、初めて開催されたクライマックスシリーズに出場。シーズン2の中日ドラゴンズと中日の本拠地、名古屋ドームで対戦。第1戦の先発は、中日が川上、阪神が下柳。初回にウッズのツーランなどで中日が先制。6回裏には森野のスリーランなどで4点を追加。先発の川上は7回を被安打に無失点、2塁すら踏ませず。その後は6人の継投で阪神を完封した。第2戦の先発は中日が中田。阪神が上園。中日が第1戦に続いて、初回に中村のりなどのタイムリーで一挙5点先制。中田は制球に苦しみながらも5回を1失点にまとめ、6回以降は3投手のリレーで逃げ切り勝利。2連敗でファーストステージ敗戦。阪神は2003年の日本シリーズ第6戦からポストシーズン8連敗となった。2008年第1ステージ。シーズンは最大ゲーム差 13.5 を巨人にひっくり返され、2位で出場。対戦相手は2年連続の中日ドラゴンズ。甲子園球場が改装工事中のため、京セラドームで開催された。第1戦の先発は阪神が安藤。中日が川上。中日は1回表にウッズのタイムリーで1点を先制。6回表には森野がソロ本塁打を打ち込み、貴重な2点目を叩き出した。中日は先発川上が7回を無失点に抑えると、8回裏は浅尾、9回裏は岩瀬と繋いで完封リレー。阪神は肝心なところでタイムリーが出ず9残塁の絶好で敗戦。第2戦の先発は阪神が下柳。中日がチェン。阪神は1回裏に金本のタイムリーで1点を先制すると、続く鳥谷のスリーランで4点を先制。中日は2回表に井端のタイムリー、6回表には森野のソロで2点差と詰め寄ったが、阪神は6回裏に鳥谷のこの日2本目の本塁打を皮切りに計3点を追加し試合を決めた。阪神が2003年の日本シリーズ第6戦から続いていたポストシーズンの連敗をようやく9で止めた。第3戦の先発は阪神が岩田。中日が吉見。岩田と吉見の熾烈な投げ合いで両チーム無得点のまま9回へ。阪神は8回裏に岩田に代打檜山を送ったため、9回表から藤川がマウンドに上がる。西三塁となり、打者はウッズ。オール直球の6球目をツーラン本塁打を放ち均衡を破ると、9回裏は岩瀬がクリーンナップを三者凡退に抑えゲームセット。中日が2年連続で第2ステージ進出を決め、阪神は V1 の責任を取り退任する岡田監督の花道を飾れなかった。2010年ファーストステージ、真由美監督として初のクライマックスシリーズを2位で出場。相手は3位の読売ジャイアンツ。甲子園球場で初、セリーグでは初の屋外球場での開催となった。第1戦の先発は阪神が能見。巨人が遠野。阪神は2回裏にブラゼルのソロ本塁打で1点を先制。しかし巨人も3回表に逆転。5回表にも小笠原のこの日2本目のタイムリーで1点を追加した。阪神は対巨人戦7連勝中だった能見が打たれ、打線も3発5安打1得点と振るわず初戦を落とした。第2戦の先発は阪神が久保。巨人が浅い。阪神は1回裏に荒い、ブラゼルのタイムリーで2点を先制。3回裏にも桜井の犠牲フライで1点を加える。その後、お互い2点を取り合い1点差で迎えた8回表。阪神は守護神藤川球児を投入し逃げ切りを図る。しかし、ラミレスに2点タイムリーを打たれ逆転を許し、常に劣勢だった巨人がこの試合初めてリードを奪い、このまま阪神は敗戦。ここまで出場した3回とも、すべてファーストステージでの敗退となった。2013年ファーストステージ、3年ぶりのクライマックスシリーズを2位で迎える。場所は甲子園球場。対戦相手は1997年以来16年ぶり A クラスの広島東洋カープ。第1戦の先発は阪神がルーキーの藤浪。広島が前田健太。
4回表に広島が松山のタイムリーで先制。阪神は直後の4回裏に同点に追いつくも、広島は直後の5回表にキラの3点本塁打で逆転。藤波は5回7安打4失点の内容で降板。広島は9回表にも4点を追加し阪神を突き放した。阪神は広島投手陣を打ち崩せずに完敗。第2戦の先発は阪神がメッセンジャー。広島がバリントン。阪神は1回裏に西岡の先頭打者本塁打で先制。広島は6回表にエルドレッドのタイムリーなどで逆転。その後も広島が小刻みに得点。阪神は9回裏西一塁から、現役引退を表明している檜山が代打ツーラン本塁打を放つものの、新井が空振り三振に倒れて試合終了。阪神は2連敗でクライマックスシリーズ敗退。2008年からクライマックスシリーズでは5連敗。これで全てファーストステージで敗退することとなった。2014年ファーストステージ。前年と同じ国で迎えたクライマックスシリーズファーストステージ。対戦相手は前年と同じく広島東洋カープを迎えて甲子園球場で開催されました。第1戦の先発は阪神がメッセンジャー。広島が前田健太。両投手の好投で5回までは得点がなかったが、6回裏、阪神は石から福留のソロ本塁打で1点を先制する。メッセンジャーは8回まで投げ無失点。9回は抑えのオスンファンが登板し無失点で抑えた。阪神は2008年のクライマックスシリーズファーストステージ第2戦以来、6年ぶりにクライマックスシリーズ勝利。また、甲子園でのクライマックスシリーズ初勝利でもあった。第2戦の先発は阪神が能見。広島が大瀬良。両投手とも好投を見せ前日同様の投手戦となった。能見は8回まで、大瀬良は7回まで投げて無失点と両投手ともに好投。阪神は9回にオスンファンが登板すると無失点に抑えて、広島も9回に得点を許さず延長戦に突入。延長に入ると阪神はオスンファンを続投させ、シーズンにもなかった3イニングを投げた。広島もヒースと中崎が2イニングずつ投げて無失点に抑えて12回に入る。12回から阪神は福原を投入し、無失点に抑える。この瞬間、クライマックスシリーズ史上初のコールドが適用されて引き分けとなり、1勝1分けで球団初のファイナルステージ進出を決め、前年同じ甲子園で2連敗で広島に敗退した雪辱を果たした。2014年ファイナルステージ。阪神にとっては初のファイナルステージ。相手は宿敵巨人。場所は巨人のホーム、東京ドームで開催。第1戦の先発は巨人が内海。阪神が藤浪。阪神は初回、鳥谷のタイムリーと続くゴメスのツーランホームランで3点を先制。3回にも1点追加し、藤浪は7回1失点の好投。その後は抑えのオスンファンまで3投手の継投で逃げ切った。第2戦の先発は巨人が沢村。阪神が岩田。阪神は3回、上本と鳥谷の連続タイムリーで2点を先制。阪神は5回に、鳥谷とマートンのタイムリーで5対0と中盤で大きくリードする。先発の岩田は7回に失点と粘りの投球を見せ、その後は前日同様福原高宮を、のリレーで逃げ切った。阪神は2連勝。第3戦の先発は巨人が杉内。阪神がメッセンジャー。巨人に初回と3回に1点ずつ取られ2点リードされるも、6回にゴメスのタイムリーで1点を返す。なおもチャンスに代打福留。福留は同点タイムリーを放ちベンチの采配に応えた。7回、再びゴメスが2点タイムリーを放ち逆転に成功する。9回は3連投のオスンファンが三者凡退で、球団史上初のクライマックスシリーズ3連勝。第4戦の先発は巨人が小山。阪神が能見。阪神は初回にマートンのスリーランと福留のソロホームランで4点を先制すると、2回にも西岡がツーランで小山を KO。能見も毎回ランナーを出す苦しい投球ながらも、5回に失点でまとめる。7回にも追加点を取り、9回に4連投となる抑えのオスンファン。ソロホームラン2本で2点を失うが、試合の体勢には影響はなく4連勝で日本シリーズ進出。阪神は鬼門となっていたクライマックスシリーズを勝ち抜き、初の日本シリーズ進出となった。2015年ファーストステージ。
レギュラーシーズンを3位になり、クライマックスシリーズ進出。対戦相手は昨年のファイナルステージで対戦した巨人。場所も昨年同様東京ドーム。第一戦の先発は巨人がマイコラス。阪神が藤波。巨人が5回にマイコラス、6回に亀井のタイムリーで2点先制。対する阪神も、7回に梅野のタイムリーと代打西岡の犠牲フライで同点。このまま延長に入るも、10回裏に代打高橋由伸に押し出し四球を与えてさよなら負け。第2戦の先発は巨人が菅野。阪神がメッセンジャー。阪神は初回にゴメスのツーランとマートンの2者連続ホームランで3点先制。その裏に1点返されるも、4回表に阪神が追加点。7回裏に1点返されるもそのまま逃げ切り。勝敗をタイに戻した。第3戦の先発は巨人がポレだ。阪神がの海。巨人は1回に阿部の犠牲フライで先制。6回にも阿部のタイムリーとリリーフの岩田の暴投で2失点。7回表に福留のソロで1点返すもそのまま敗戦。2年連続のファイナルステージ進出とはならなかった。2017年ファーストステージ、シーズン2で出場。甲子園球場で開催された。第1戦の先発は阪神がメッセンジャー。DeNA は伊能。メッセンジャーが6回まで無失点。伊能も5回まで無失点の投手戦。しかし、6回裏に福留のツーランホームランで阪神が先制。そのまま継投で逃げ切り、初戦を阪神が先取した。第2戦が予定されていた10月15日、この日はずっと雨が降り続いていた。グラウンドはまるで田んぼ地帯。1時間3分遅れで雨の中、阪神の先発秋山、DeNA 先発今永で強行開催された。なぜこの雨の中、強行開催されたのか？翌日の天気予報も、当初降水確率 80% でさらに悪かったためである。もし15、16日と連続で雨天中止となると、17日の予備日を使うことなく、初戦勝利の阪神の、ファイナルステージ進出が決まるためである。そんな宇宙の試合は、両軍で31安打が乱れ飛ぶシーソーゲームとなり、13対6で横浜 DeNA が勝ち、1勝1敗の逆王手をかけることになった。1日順延された第3戦の先発は阪神がノーミ。DeNA がウィーランド、ノーミはワンアウトしか取れず KO。DeNA が初回に3点を先制。DeNA は、4回にもロペスのツーランなどで3点を追加。阪神も6回に1点を返すも時すでに遅し。この試合を落とし、1勝2敗でファーストステージで敗退。金本阪神は雨に泣いた。2019年ファーストステージ、シーズン終盤を6連勝で逆転3位でのクライマックスシリーズ進出。相手は2年前と同じ横浜 DeNA ベイスターズ。横浜スタジアムで初開催された。第1戦の先発は DeNA が石田。阪神が西。DeNA は1回に筒香のスリーラン本塁打で幸先よく先制すると、5回も4点を挙げ7対1と大量リード。しかし、阪神が DeNA 投手陣を攻略し、北条のスリーランなどで7回に一挙に4点を奪うと、8回には木浪のタイムリーと北条のセンターオーバーの2点タイムリーで逆転。最大6点差をひっくり返しての劇的な逆転勝利となった。第2戦の先発は DeNA が浜口。阪神が青柳。3対3で迎えた6回裏、DeNA 神里にタイムリーを打たれ勝ち越しを許してしまう。追い詰められた阪神は9回、福留が DeNA の守護神山崎康明からソロホームランを放ち同点。しかし、その裏に岩崎が音坂にツーランを打たれさよなら負け。1勝1敗となり、決着は最終戦にも連れ込んだ。第3戦の先発は DeNA が平。阪神が高橋遥人、5回まで両軍無得点で進むが、6回にワイルドピッチで阪神が先制。しかし、7回裏に阪神の失策で同点。しかし、8回表に梅野の犠牲フライで勝ち越し、残り2イニングを藤川で逃げ切り、ファイナルステージ進出となった。2019年ファイナルステージ、相手はリーグ優勝した巨人。4年ぶりの組み合わせでファイナルステージでは5年ぶりの対戦。第1戦の先発は巨人が山口。阪神が望月。巨
巨人は1回に丸と岡本の2者連続本塁打で2点、2回にも3点を取り試合を有利に進められてしまう。阪神はリリーフが高騰するも、打線が山口を打ち崩せずにこのまま敗戦。ファイナルステージ初黒星。第2戦の先発は巨人がメルセデス。阪神が高橋遥人、初回に1点を先制され、4回裏、ゲレイロにツーランが飛び出し追加点を挙げられる。その後も巨人に効率よく得点を重ねられて、打線も沈黙、3投手の完封リレーで敗戦。第3戦の先発は巨人が戸郷、阪神が青柳。阪神は1対4で迎えた5回表、近本の敵地三塁打などで一挙5点を挙げ、逆転に成功。だが直後の5回裏に同点に追いつかれてしまう。しかし、9回表に大山が値千金の勝ち越し本塁打を放ち、再びリード。最後は守護神藤川球児が2イニング無失点に抑え、1点差を守り切った。台風の影響で1日順延となった第4戦は、巨人が高橋。阪神が西の先発。阪神は2回表に糸原の犠牲フライで先制するも、5回裏に追いつかれてしまう。なおも6回裏、丸がスクイズを試みると1塁送球がそれて内野安打となり、勝ち越しに成功。7回裏にも決定的な2点を失い、打線も2安打と援護できずに敗戦。阪神はファイナルステージでは初めての敗退となった。以上が、2019年までの阪神タイガースのクライマックスシリーズでした。最後にクライマックスシリーズにまつわるデータを一つまみ。ご覧の通り、ファーストステージの勝率がものすごく悪いです。7回もクライマックスシリーズに出ているのに、ファイナルステージは2回しか経験していないのも納得です。2021年のクライマックスシリーズはどうなるのでしょうか？それでは、本日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。